術界のお姉さんたちとマテリアルの子、早く探して止めないと。お待たせしました。私たちの新たなる戦いがプレイステーションポータブルでまたまたゲーム化。今回はマテリアルの子たちがまた出てきたり、異世界からの渡航者がいたりで、もう大変なことに。リビオさんのお母様？矢神ハヤテ司令ですよね。ここはどこです？私も一緒です。生まれ変わって手に入れた王たる好みの無敵の力。王様だけ蘇って、僕らが蘇らないっていう道理はない。何かに呼ばれた気がしたんです。まるで無理やりに時を動かされている。整理してもさっぱりなんだかわからない。時と運命をかける魔法対戦バトル始まります。あ、自己紹介が遅れました。時空管理局食卓魔導士高町なぐはです。では今回登場が決まっているみんなを紹介しますね。もう迷いません。これからはきっと。行くよ、バルディッシュ。打ち抜け、ライジン。私はもっと強くなる。響け終焉の笛、ラグナルク。よし、やるぞ。捕らえて固めろ、封鎖の檻、アレスターチェーン。さーて、行くよ。どりゃー、ライトニングポール。競いましょう、どちらが強いのか。新ルシフェリオンブレイカー。強くてすごくてかっこいい。そう、やっぱり僕最強。雷神封殺爆滅系。無敵無限、我こそが王よ。いでよ巨獣ジャガーノート。高町ビビオ行きます。はー、一戦必中、セイクリッドブレイザー。ハオリお見せします。ハオダンクー。ハイパードライブ承認。デリアディバイドゼロエクリプス。前作の闇のかけら事件から約3ヶ月、冬から春へと変わり始めた季節の中、私たちは平和の時を過ごしていました。そんな静かで平和な時の中、運命の守護者アミティア・フローリアンと時の宗主キリエ・フローリアンの2人が現れます。それぞれの未来から訪れた二人が、この時、この時代に発生するはずのある出来事を止める、あるいは達成させるため、戦いを始めます。壊れていく時の流れの最中、過去と未来が交錯し、運命が形を変えていく。とにかく、私はこの時代、この場所でやることがあるの。それぞれの戦いの果てに待つ答えは何なのか。運命の歯車が、今、静かに回り始めました。この世界の人に迷惑をかけたくはないけど、キリエを止めなきゃ取り返しのつかないことになる。異様に行きますよ。はぁ、シュートエンド。プレイステーションポータブル専用ソフト、魔法少女リリカルナノハエースポータブル、ザ・ギアーズ・オブ・デスティニー、2011年12月22日発売予定。この冬、みんなとまた会うために、リリカルマジカル頑張ります。ああ、超豪華5大特典付きの限定版も同時発売。私、シュテル、水色のレヴィ、我らの王ディアーチがネンドロイド口になりました。その他にも、ダイスシュバルツトライアルデッキや豪華エアークッション、シャワーカーテン、さらに CG 映像などを含んだ特別な映像 DVD もついてくる。ここだけでしか手に入らないアイテムが盛りだくさん。
100特典も超豪華。数量限定だから今すぐお店で予約してね。